どうやらやろう。ティア、はい、行きます。え、何か地上のあたりにどうやらちょっとな、そんな、うち、その皆さん、皆さん、本当だったら、うんうん、そうそう、そうですね、総長でも、な、今日のことは、ああ、そんじゃ、はい、皆さん、お疲れ様でした。さてと、まずは今週末にあ、とりあえず、アルカンシルに捜査一課のと、そのあたりは、まあ、マクダイル市長、そういえば、ええ、ボディーシャさんのデビューそれより、わからない、捜査一課が警戒している。そうですか。それよりも劇団長も、はい、あの人にも、それが私、君は本当痛いこの劇団には、でも私クロスベルに来るので、だから、あ、あリーシャさん、手が届かない確かに太陽の姫の代わりでも、素人の君は君自身と、そうなあ、今回の事件きっと解決してみせるから。それじゃあロイドさん、ああ、え、さてと、ん、はあ、これで無自覚なんだから、え、何でもあり、それよりも今回の事件なあ、皆様、これより最後まで、ここはラの国、天のエイドスの祝福と慈愛により大いなる繁栄を誇った古の王国、古来よりラで姫はエイドスの意志を、しかしそこには、そんな中、始まったか。しかし本当だったら私もこの一家の人たちが羨ましいわ。でもそんなすごいステージが逆に辛くないかな、それってそう、それじゃあ私、ただし一家、ああ、そうだな。こちらロイド、ああ、どうやら、ああ、そちらは引き続き了解しました。サイトも来てくれたの。おお、そ、変化されたステージに見とれてなあ、巡回を始め、まずは一通り回りな、ええ、どうやら異常はなさそうだな。それにしても、そうね、もう離れます、このまま見ていたら、ああ、
S 席は異常なし。ま、だっそうね、他を回っ、ここは制服警官だ。何か起こったとき、それも第一幕。こうして新たなるその日、ラの国の第2幕が始まったか。リーシャ。それじゃあ。なあ。異常なしと。それにしても。まさに。大丈夫、しかしあれだけのステージを、異常、ちょっと、まあ、あの、第2幕、エイドスの君、太陽の姫は、しかし月の姫は思い悩んだ太陽の、そこはかつて幼第三幕、しかし、このまま、ああ、犯人は捕まえられないけど、この先じゃなく、巡回に、警戒はアルカンシェルのステージ。
大丈夫そうだ。警官はともかく。ええ。